先生は糖尿病のご専門ということで、はいはいはい、ちょっと糖尿病はねやっぱり40代50代になってくると私もそうなんですすごくやっぱこの辺にいつもね大丈夫かなって思うんですよ、はい、ちょっと糖尿病のことについてお聞きしたいと思うんですけど、はい、まずね一番目にこの糖尿病っていうのはどういう病気なんですか一言で言いますと、はい糖尿病っていうのは血糖値が高くなる病気ですよね血糖値が高くなって、はい、おしっこに糖が出る病気ですよねですから、糖尿病と言いますよね糖尿病だと体ってどうなってしまうんですか糖尿病って自覚症状ないことがほとんどなんですよねそれ怖いですね、自覚症状ないことが自覚症状がないことがほとんどで、はいですけども高血糖を放置しておきますと、はい血管に関係した臓器のいろいろな障害も起きますよねあと血糖値が高いと免疫力も低下しますから、はい新型コロナウイルスの重症化のリストの中に糖尿病の方入ってますけれども、はい、血糖値管理ができてないと免疫力も低下してもしもねコロナウイルスが体に入ってきた場合に重症化しやすいですよね先生今血糖値っていう単語が何回も出てきたと思うんですけどこれちょっとすいませんもうちょっと詳しくお聞きしたいんですけどどうして血糖値が高いとダメなんですか血糖値が高いと血管を障害します、はい、血糖値が高いと血管を障害しますんで、はい、脳梗塞とかね、はい、狭心症心筋梗塞だとか、はい、あと目の毛細血管をやられて糖尿病も網膜症から失明しちゃったり、はいあと腎臓の細胞が死んで、糖尿病腎症から透析になっちゃったり、はい、血糖値が高いことによって血管が障害されていろんな病気が起きますよねあとは免疫力が低下して、はいコロナウイルスに感染しやすかったり、はいちょっと足の皮膚にばい菌が入ったりするとそのばい菌の感染が治らなくて足を切断するといったような事態になる方もいますよね先生すいません血糖値が高いっていうことはその血液の中の糖分が高いってことですか血液の中のブドウ糖濃度が高いってことですよね血糖値100っていうことは例えば血糖値100ってことは血液1デシリットル中にブドウ糖が 100mg ありますってそういうことですよねでブドウ糖の数値が高いと血管を障害というのは傷つけるってことですか血管を傷つけますね血管を傷つけるから いろんな全身にいろんなところに病気が出てきちゃいますよねあ傷ついてるわけですからね血管にね、はい、でさっきおっしゃったいろんな足、腎臓が機能が悪くなったり、はいはい足をなんか切断することがあるあります切断した切断足の切断をしちゃう人もいますよ、ね、それどうしてそうなっ結局免疫力が低下して、はい、普通ちょっと足に傷がついても、はい、普通は自分の免疫力でほっとけば治るんですよね、はい、普通だから皆さんまで気にしてないんですけども、はい、血糖値が高いだからってなかなか傷が治らないなって言うんですよ、はい、なかなか傷が治らないなって、はい、で中にはそのばい菌の勢いが強くてわーっと感染しちゃうと、はい今度そのね、ばい菌が血液に乗って全身に広がっちゃっていわゆる全身にばい菌が回っちゃってそれで命を落とされる方もいるんですよだからそういう可能性が高い人はこのばい菌の温床になっているところを落とす場合があるわけですこれはもう全身いわゆる敗血症ですよね全身にばい菌が回って死んじゃうかもしれないぞっていうそういう状況になると切断に至る場合がありますブドウ糖濃度が高いと血管に傷がつきやすくなる、はい、免疫力が低下する、で細菌に打ち勝てなくなる、はい、によっていろんな今そういう足を落とすことにつながったりっていう流れということでよろしいですかそういうことですねこれじゃあその糖尿病の原因っていうのは何なんですかその甘いもの食べるのやめたらならないんですかどうしたらいいんですか糖尿病の原因は甘いものとかそういうんじゃなくて、はい、体質です残念ながら体質なんですよ体質なんですか、遺伝ですねこれ残念ながら日本人の糖尿病の 90% は2型糖尿病なんですけれども2型糖尿病の原因は遺伝体質なんですよ残念ながら、ね、どういう遺伝体質なんですか
インスリン分泌能が弱いという、そういう体質です。本来であればこうやってしっかりインスリンが出せるんですけれども、糖尿病になっちゃうような人はそのインスリンが出せないんですよね、膵臓の β 細胞からね。先生すみません、インスリンというのはどういう働きをするんですか？インスリンは血糖値を下げるホルモンですね。あ、濃くなった血糖値濃度を下げてくれる。すぐすぐ。でも体質としてインスリン濃度が低い方はその下げることができない。できない。インスリンを出せないから血糖値下げられないんです。これ体質なんですよ、残念ながら。日本人の4人に1人はもうインスリン分泌量が弱いです。だからもうこれは国民病というべきか、もうこれも体質ですよね、病気じゃなくてね、糖尿病体質ですよね。じゃあ逆にそのご家族にお父さんお母さんあるいはおばあちゃんに糖尿病がいる方は自分を糖尿病にかかる確率は高い。高いですね。ですから血のつながった方にお父さんお母さんとかが糖尿病だった場合には1年に1回は血糖値とヘモグロビン A1C の検査を受けた方がいいですね。逆に血のつながった方に糖尿病の方いなければ気にする必要ないですよ、糖尿病。本当ですか？気にする必要ないです。なんか私いつも私いないんですけど家族に糖尿病は、でもなんか甘いもの好きだし、ちょっと最近運動不足だし、ちょっと太ってるし糖尿病になっちゃうんじゃないかなっていう恐怖がちょっとあるんですけど、それはまず大丈夫ですよ。そう、ですけども、念のため1年に1回は血糖値とヘモグロビン A1C は検査した方がいいんですけれども、ですが血糖値とヘモグロビン A1C って大体自治体のね、自治体の検診項目に含まれてますから。健康診断で、埼玉市もね、私も埼玉市ですけれども、埼玉市 の普通の基本検診にも血糖値とヘモグロビン A1C 入ってますから、普通にこう範囲来るじゃないですか、自治体から、あれ持って医療機関に行って検査すれば大体血糖値がヘモグロビン A1C だとか、腎機能だとか貧血の指数だとか基本的な、基本的な項目が入ってますから、無理にそんな人間ドックなんてね、お金かけてやらなくても無料で自治体の検診を受ければそうですか、それは項目入ってきますから。じゃあ先生、年に1回の健康診断のその今2つの数値は何、血糖値とヘモグロビン A1C ですね。A1C、その数値を見てこれ以下だったら大丈夫だなって思っていればいい。そういうことですね。自治体の検診を受ければ検診を受けた医療機関のドクターが説明してくれますけどね。なるほど。もちろんね。じゃあそれがちょっと上回っていると、いやもうちょっと再検査しましょうとか、もうもちろんなります、流れになっていくっていうことですね。そうなんですか。じゃあ先生、何でしょう、その遺伝がねやっぱりその糖尿病になる、確率高い。でもそうかといって遺伝がない方も安心してちゃいけませんよ。中にはね、中には、そういった家族歴なくて2型糖尿病発症した人、中にはいますけどもね、いますけども、やっぱり大多数はやっぱり家族歴がやっぱりありますね、これ残念ながらね。そうは言っても健康のためにもこの糖尿病にならないように予防というか、どういうことをすれば防げますか？やっぱりこう適正な体重を維持するってことですかね。適正な体重はなんか割り算で出す、BMI ですね。BMI ですね。BMI ご存知です？自分の BMI。身長かける身長をなんか体重で割るみたいなやつでしたっけ？BMI、計算しましょうか。今64割ることの 1.55 を割る 1.55、 26ですよね。BMI 26です。で、BMI25 以上が肥満の定義なんですよ。日本人、今エドさんの BMI は 26.6 です。はい。で、日本人の理想的な BMI は22なんですよ。おお、かなり低いですね。そこが一番長生きするんですよ。これ有名な研究の論文なんですけれども、こう BMI、結局 BMI は低くても死亡率が上がりますし、BMI が高くても死亡率が上がるんですよ。わかります？これね、低くても高くてもダメなんですね。低くても高くてもダメ。いわゆる痩せすぎも病気になっちゃうし、痩せすぎも病気になっちゃうし、太りすぎも病気になっちゃうんですよ。痩せすぎるとやっぱりね、抵抗、免疫力落ちちゃうんですよ。痩せすぎると。なんか先生、細い方は寿命結構早いみたいなの聞いたことある？がんが多いんですよね、痩せてる方。痩せてる方はがんが多いし、やっぱり肺炎とかで死んじゃうのね。抵抗力が免疫力が下がっちゃう。で、太ってるとね、メタボリックでほら糖尿病とか血圧とか悪くしちゃうし、あと動脈硬化が増えるわけですよね。どっちも、また、あと大腸がんとか太った人多いですし、ですから
適正な体重を維持するっていうことが大切ですので。なるほど。じゃあ私の適正体重はどういうふうに出せばいいんですか。ですから、身長155ですよね、はい、22×1.55 を ×1.55 はやっぱり 52.8 です、ね、理想体重。あ、そうです。ただこのいわゆるこう BMI22 がね、はい、一番こう長生きするって言うんですけども、はい、あの一番最新の研究ですと、はい、だんだん年を重ねてくると、はい、太ってる人が太っている方が長生きするんじゃないですか。最近ちょっとなんか出てきてて、はい、で、あのもうこう内科学会とかでもこれは明らかにもう発信してるんですけども、もう75歳を過ぎたら、はい、75歳を過ぎたら小太りの方がいいんです。小太りの方が長生きするの、75歳過ぎてきたらね。あ、そうですか。うん、だから75歳を過ぎたら BMI26 ぐらいがいいんです。あ、そうなんですね。今ぐらい。75だったらもう最適な感じですね。まあ、でも今の私の年齢だったらあと10キロぐらい落とした方がいいってことですよね。今62、3なので。いや、まあですけども、はい、いわゆる BMI が25、はい、まあ、BMI が20から25ぐらいが、はい、あ、一番もう最適な体重って言われてますから、はい、まあ、今ぐらいがいいんじゃないですか。そうですか、うん、いや今ちょっとドスコイって感じです。今ぐらいでいいと思いますよ。だから60キロ切るぐらいだよね。もうちょっとぐらい、もうちょっともうちょっとぐらい、うん、健康のためにはね。ビューティーを目指すんだったらもうちょっとです、ね、そうですね、ビューティーを目指すんだったらもうちょっとですけど頑張ります、うん、健康のためだったらもうちょっと、もうちょっとでいいですよ。そうですか、はい、じゃあそのまあお話戻しますけども、その糖尿病を予防するためには適度な運動と食べ物、どういう甘いものを取りすぎない、どうですか先生。甘いもの食べたいですよね。先生お好きですか。僕甘いもの大好きですよ、うん、甘いもの、じゃあ甘いもの食べたいんですけれども、どうやったら、まあ、結局は糖尿病っていうのは血糖値が高くなる病気ですから、あのどうしたら血糖値を上げないようにするかっていうことなんですけれども、うん、まず太っている人は、うん、あの痩せるだけで血糖値下がりますね。太っている人は、ね、それだけで、うん、落ちるんですね、うん、血糖に。太っている人はこう内臓脂肪からは、はい、こういろいろね、あの、うん、悪玉アディポサイトカインっていって、はい、いろいろあの体に悪いホルモンが分泌されるんですよ。脂肪はただの脂肪じゃなくて、はい、悪いホルモンを分泌する脂肪なんで、はい、太っている人は痩せて悪いホルモンの分泌量を減らすだけで血糖値は下がります、ね、先生もう一回ちょっと繰り返しますけど、内臓脂肪から悪い細胞がいっぱい出ちゃうんですね。内臓脂肪はただの脂肪じゃなくて、あの皮下脂肪は何も出さないんですよ、うん、皮下脂肪は何も出さないんですけれども、内臓脂肪はね、内臓脂肪はあの体に悪いホルモンをいっぱい分泌してます、ね、よくあの健康診断とか あるいは他のケースでこうレントゲン取って輪切りにすると、はい、内臓の周りにこう白い脂肪、はいはい、あれが内臓脂肪、あれが悪さを起こす細胞をこう出しちゃう。そういうことです。じゃあやっぱり運動は必要ですね。運動は必要、まあ、あの運動は必要ですよ、まあ、運動ほら筋肉量をね、筋肉、あの筋トレとあの増やすためにも、うん、心肺機能を高めるためにも、あとまあ減量のためにもね、うん、運動は必要ですよ。でその運動もちょっと繰り返しになりますけども、軽い筋トレと軽い有酸素と両方やるのが理想的です、はい、両方やるのは理想的です。で食事はどうしましょう先生。さっきちょっと繰り返しになっちゃうかもしれない、まあ、玄米がいい何がいいって言われてますけど、ストレスにならない範囲でこう、まあ、食べたいものを適度に食べる。まあそうですね、まあ、あの個人個人の思考もありますからね、あの個人個人の思考を考慮して、まあ、あんまり血糖値上がらないようにね。ちなみに先生、あの甘いものを好きっておっしゃって、まあ、でもご病気されてどういうふうに変えられたんですか、その甘いものを。どういうふうに変えられたんですか。まあ、僕はだけど、僕はほらあの空腹の時間を作るっていうことでね、はいはい、その時間食べない、僕は空腹の時間を作るってことで、はい、こう食べてもいい8時間の間は、はい、結構気にせず何も食べてますよ。あ、そうですか。ちなみにだからやっぱり、はい、まあ、世間一般に言われてるベジファーストとかって言うじゃないですか、はい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 、お野菜先に食べて食物繊維入れると血糖値は上がりそうですよね。あ、まあ、できる範囲でやってますよ。できる範囲で、お野菜高いですね最近ね。高いです、レタスとか200円超えてますからちょっと食べちゃいますもんね。果物も高いです、ね、果物高い。
ナッツも果物は果物は血糖値上がるから本当に控えた方がいいんですよ。あ、そう言いますね。果物の血糖値上がる。じゃあなんで果物体にいいって言うんですか。いやほらやっぱりビタミンミネラルってことだから。なるほどなるほど。だけど果糖も多いですから、あの血糖値も上がっちゃいますから、糖尿病の人はやっぱ食べ過ぎてはまずいですね、果物は。あのジュースもね、例えばオレンジジュースとかも、はい、あの 200cc で 22g ぐらい、はい、あの糖分入ってますから、はい、あの夏場ね清涼飲料水を飲みすぎて、はい、糖尿病になっちゃう人いますよね。そうなんですか、うん、それだけで糖尿病になっちゃう人いますよ、ジュースも飲みすぎて。そうですか、うん、ちなみに 100% 濃縮果汁っていう、うん、あれも糖は入ってるんですか。もちろんですよ。だからまあコップ1杯ぐらいじゃないですか、200ミリ、うん、1日に1杯なら大丈夫。だって大体糖質 22g ぐらい入ってますよ。あ、うん、あ先生なんか1日に糖って何グラムが理想なんですか。まあ 150g 多くて 200g じゃないですかね、糖質としてね。 150g 多くて 200g ですよね、1日にとっていい糖質の量ね。なんか 200g ってそんなに取っていいのって思うんですけど、でも白米の中に入ってますし、ご飯で大体 150g ぐらいいっちゃいますもん。そんなに入ってるんですか。白米ね、3食ご飯食べてるとしたら。本当ですか、でご飯な何 g のうち 150g。 ご飯 200g。 200g のうち 150g 糖ですか。まあ、あの1食あたり大体推奨されてる量っていうのが大体 150g から 200g ですよ。それほとんど白米で取れちゃうっていう。まあここの、まあ、白米のね、白米だいたい 150g ぐらい。そうなんですか。糖質とも取っちゃいますからね。じゃあやっぱりちょっと控えないといけないですね。まあだです、まあ、ジュースは1杯ぐらいですよ。いくら 100% 濃縮還元って言ったって、はい、それはビタミンミネラル豊富でいいですけれども、はい、甘すぎますよ。そうですよね。甘いですよ。甘いですよね、缶コーヒーも甘いですしね。缶コーヒーも ね、の入って微糖とはいえね、甘いですよね。誰かじゃないですけどね。そうですよ ね、だそういうふうに考えるといっぱいいっぱいですもんね。じゃあちょっとそこは気をつけていきたいなって、まあ、ですから、まあ夏の水分補給はやっぱり水とかお茶ですよね、ちなみにこの夏スイカはどうですか先生。スイカも糖分結構高いですか。水分多そうですけど、あの食品交換表なんですけれども、ありがとうございます。糖尿病の患者さんのためにね、はい、まあ、あの糖尿病の患者さんの場合はね、はい、まあ、糖尿病食っていうのは健康食ですよ、はいはいはい、まあ、糖尿病じゃなくてもね、糖尿病食っていうのは健康食で皆さんにやっていただきたいんですよ、はい、糖尿病の患者さんの食事っていうのは皆さんにやっていただきたい。理想的なんですか。理想的な食事、健康食ですから。糖尿病食は糖尿病食は特別な食事じゃなくて健康食で、なるほど、あの理想的な食事なんです。普通の人がとってもいいんですか。もちろん健康的になれる食事なわけですから、糖尿病食イコール健康食でね、皆さん実践していただきたいんですが、はい、この糖尿病食の中ではね、取っていい果物っていうのは、はい、大体、はい、取ってもいいね果物っていうのは、はい、大体1単位なんですよね。大体1単位、はい、果物1っていうところですね。取ってもいい単位が果物1単位なんですよ、はいはい、大体1単位っていうのは80キロカロリーなんですよね、はい、1日に1日に取っていく果物、ね、1単位で80キロカロリーなんですよ。で80キロカロリーってどのくらいっていうとね、はい、こんな感じなんですよね。80キロカロリー。先生バナナ1本いいんですね。でバナナ1本食べたらもう果物もう他はもう終了ですよ。朝バナナ1本食べたらもう果物終了。病院なんかに入院してね、糖尿病食になるとこんな果物こんな感じになって、はい、スイカも美味しいですよこの時期、みずみずしくて、まあですけども、まあ、スイカこのぐらいですよね。そんなもんなんですね、うん、こんなもんですよね。めっちゃ食べてました。うん、まあ2切れですよね。そう、1日2切れってことですもんね、うん、でもこれ食べたら他の果物ダメってことですからね。そうか、1単位ですからね。1単位ですからね。じゃあ意外とほんと少ないってことですね。少ないです食べてる。いやだからよくあるのは、果物は体にいいってテレビで言ってましたとかって言って、はい、ですからたくさん食べてますなんて言って、はい、あの血糖値の状態悪くしちゃう人がやっぱりいっぱいいますね。この5本いいですね。こういうのなんか1冊持ってるといいですね、うんうん、まあ、こう普通の書店では売ってますよね。そうですか、うん、ちょっと私もこれとこれとセットで買ってもらえるかな。これ私も買ってますから。皆さんこれセットでね、いいですよね。そうなんですね。はい、はい、そ
そうですか先生、大変勉強になりました、はい、じゃあ先生本当にありがとうございます。最後にですね、はい、じゃあ最後にちょっとまとめになりますけども、はい、空腹は病気を遠ざけるものだと。病気を遠ざけるものですね。本来あるべき人間のライフスタイルですよね、うん、まあくどくて恐縮ですけれどもね、人類が誕生してね、ずっとやっぱり飢餓と戦っていくっていうこと、ずっと空腹でいて食べる時間なんて本当に短いわけですよ。日の出とともに起きて日が沈んだら寝て、そうですよね、でまあ狩りがあってね、獲物があって取れた時だけ食べるっていうね、そういう生活をしたわけですよ。で私たちはやっぱり食べ過ぎで病気になっちゃってるわけですよ。生活習慣病しかり、悪性がんもしかりね、増えてきちゃってるわけですよ。でまあ認知症も出てきちゃってますしね。増えてるんですか。増えてる認知症ね。そうですか。だからこれはやっぱり高血糖がかなり原因なんですけど、高血糖、糖が高いってこと、うん、悪性腫瘍をしっかりね、糖尿病とか性がんの動脈硬化ね、動脈硬化による生活習慣病しっかり、認知症しっかり、やっぱり食べ過ぎで病気になっちゃってるんですよ。ですからまあ空腹こそ最強の薬って書いてあるんですけども、まあ昔のね、私たちがずっと、人類がずっと過ごしてきたそういうライフスタイルに戻してみませんかっていった提案ですよ、ね、なるほどなるほど、うん、だって戦後こう70、まあ、100年経たないくらいですよね、こんなに飽食の時代なんて。もともと人間って今先生がおっしゃったように、もう本当に食べるもの今日あるのかぐらいでずっと来てるわけですよ、ほんのちょっとなんですよね、この飽食の時代にね。ですから体に合わないことをしているわけです。取りすぎ、負担かかっちゃってる。かかりすぎる。で、美味しいものを食べると幸せなもの出ますからね。出ますね。デパートにはね、美味しいもの売ってますからね。そうなんですよ先生。やっぱりね、甘いものなり、お肉なりされると、はぁーって、一番こう、はぁーってすぐ慣れるものじゃないですか。うん、幸せなもの出ますからね。そことの兼ね合いどうしましょうか。だからそれが難しいわけですよね。簡単に美味しいものが手に入るようになっちゃいましたからね。そこでやっぱり幸せなもの出ますからね。実際出てるんですよね。実際出てますよ、幸せホルモン。だからそこが難しいところですよね。今簡単に、昔は食べ物がなかったからね、食べないっていうことも辛かったんですけども、今ちょっと街歩いたら本当に美味しいものが溢れてますから。そうですよね。この頭では分かっていると、いやいや食べ過ぎちゃダメなんだとか、夜は食べない、頭では分かっていても、でも食べちゃう、この分かってるとできるの、このバランス、先生どういうふうにこれ克服していったら、なんかコツありますか。やっぱりほら、見るとダメですよね。あ、見ちゃダメ、見ちゃダメ匂い嗅ぐとダメですよね。じゃ買っちゃダメってことですか。買っちゃダメなんでね、まずは買い置きしちゃダメですよね。あとそのお店の前ももう見ないようにするとか、ねえ、確かにちょっと駅中のエキュートなんか行っちゃうと、恵比寿のエキュートかなんか行っちゃうと、美味しそうなデザート置いてあるじゃないですか。ありますね。高いですけど。で買っちゃいますよね。うん、今日だけ。高いけどね。高いですけど。高いけどね。じゃあもう目に入らないように。まあですから、まあ仕事に没頭することですよね。あ、これですね先生。うん、さっきの私のその16日にずんと落ちたのは、やっぱり仕事に集中してたから、その食べ物のこと考えなかったんですよ。うん、この他のものに集中するっていうこともまた大事。仕事に、だからその断食中はもう仕事に没頭していただいて、寝食を忘れていただいて。なるほど、ああいいお言葉いただきました。はい、わかりました。じゃあ先生、本当に最後に、はい、一番こう皆さんにですね、アドバイス、一言何か、どんなことでもいいですね、お願いいたします。はい、最後の一言としましては、はい、やっぱり食べ過ぎで病気を作ってますんで、ぜひね、空腹力を鍛えて、その空腹力を鍛えていただいて、空腹ハイといいますか、空腹の気持ちよさというものを体感していただきたい。なるほど、まさに先生、じゃあこのお腹がグーがグーだということですね。そういうことです。そういうことですね。お後がよろしい、まるで台本のように綺麗に決まりました。これ偶然です。偶然ですね。グーってことですね。グーということですね。はい、じゃあ皆さんですね、この空腹をぜひですね、いいものとしてね、楽しんでいただいて、はい、生活の中に取り入れて、長くこうご自分の習慣にしていただくということが、健康につながっていくということで、はい、よろしいでしょうか。はい、そういうことに、空腹に慣れていただいて、空腹を楽しんでいただく、そういうことをやっていただければ、
病気を遠ざける体質に変わっていくかなと思いますね。病気を遠ざけるためにね、ちょっとやってみてください。はい、先生、今日は本当にいろいろありがとうございました。皆さんありがとうございました。ぜひこのご本も読んでみてください。ありがとうございます。